最後の晩餐って絶対ヤバいやつじゃ。妙だな、あれだけの怪異の数、ここにいる人間だけでは心臓が足りない。急に何言ってんの。まさかお前も乗っ取られてんじゃん。大丈夫、俺はルーカスだよ。今までの情報を頭の中で整理していたんだ。奴らの目的は人間の心臓だ。やめろよ。成仏してください、成仏してください。それに今朝、裏庭で屋敷の人々が今夜の晩餐について話をしていただろう。あ？ああ、俺が唇を読んだやつか。ついに今夜は特別な晩餐ですね。ようやく我々が食事にありつける。丸々と超えた食材の数々、スペシャルメニューが楽しみです。おそらくあそこにいたのも人の形を借りた怪異だ。それがこんなに痩せ細った子供たちを見て丸々と超えたというのは考えにくい。ここにいる人間以外にあいつらの食材があるってことか。ただ人間の心臓を食べるだけなら人目につかない方法なんていくらでもある。しかし奴らはなぜ救済なんて目立つことをして人を集め後援者たちの晩餐会を開いていたんだ。確かに悪目立ちだよな。実際こうやって学園にも目つけられたし。ああ、そして最後の晩餐に選ばれたのが丸々と超えた人間だ。あのセレブたちが今夜の食材？さっきの様子では最後の晩餐の後この屋敷を逃げ出す算段のようだね。じゃあここでおとなしくしてればワンチャン。お前何してんの？これ力技でいく？縄抜けは心得ているんだ。久しぶりだから準備に時間がかかったよ。時間がない。カイト、動かないで。手を前に出して。え？手？なんで？こう？もっとゆっくり切ってよ。俺前髪切れてない？君もすまない。怖かったら目をつむっていて。さらしいと思えば脱走か。我々に逆らうとは愚かな人間たち。仕方ない。二人は子供たちのところに。早く！おや？随分とお早いご到着ですね。晩餐会まではまだ時間がありますが。成金どもなら、ここには来ねえよ。粗末な肉だな。俺に安物を切らせんじゃねえ。貴様、今すぐここで殺してやる。
重役出勤とは相変わらずいいご身分ですね。当たり前だろ、俺が一番偉いんだよ。はっ、次全然こっちを見てね。そうだ、このままじゃ全員殺される。それこそ最低最悪の結末じゃんか。でも俺一人ならダッシュで走ればドアから逃げられる。その方がまだ。ルカ君、腕から血が。くそ。くそ。カイド君、そっちは。ルカ、受け取れ。あ、カイド。強い意志が伝わってくる。カイド、今君を助ける。俺は、すまない。つい、感情的になってしまって。ほら、もう大丈夫。見てよ、俺生きてるの。奇跡じゃね？
だけど、首にあざが。あと少し遅かったら、君はきっと。なあ、もう人がせっかく空気変えようとしてんのに、いつまでもぐちぐち言ってんじゃないよ。そりゃあ、痛えし、苦しかったし、死ぬかと思ったっつーの。正直悪魔とかどうでもいいし、巻き込まれてマジ迷惑だし。でも、お前が約束通り助けてくれたから許してやるんだよ。わかったか？あ。おやおや、楽しまれていたようで何より。随分と派手に暴れやがった。しかし、この数の敵を倒すとは。石橋先輩、それに、カムライ先輩まで。この人が、寮長の。この度、フロストハイムに配属されました、ルーカス・エラントです。寮長、お返事くらいなさったらどうです？カムライだ。トーマ、あそこで縛られてる女が例の特待生か？ええ、おっしゃる通りです。行くぞ。藤君、子供たちを誘導してください。歩けないものは私が運びます。スマホー、スマホー。って俺が？いえ、俺が子供たちとカイトを先導します。転校生、お前は後ろを警戒しろ。しかしカイトは。これは寮長命令だ。わかりました。会場に溜まってやがる。多少は強引になるが仕方ねえな。トーマ、先頭に出て敵を投げ払え。私、足の悪い子供を抱えているのですが。そいつを守りながら、当たり前だろ。相変わらず無茶を言いますね。転校生、お前はしんがりだ。しんがり？最後尾ですね。ああ、ここにいる全員を守りきる。お前強いんだ。はい。まだいた！化け物！お兄さん、落ち着いて。強い人たちが来てくれたから大丈夫だよ。なんで落ち着いてられんの？なんでそんな落ち着いてられんの？もしかして君、怪異の方なの？違うよ。偽物ならさっきあのお兄さんが倒してくれたでしょ。おいトーマ、進みが遅いぞ。もっと前に出れねえのか。あまり意地悪を言わないでください。片手が塞がっていて効率が悪いんですよ。ごめんなさい。僕のせいで、僕が自分の足で歩けないから。おや、どうして謝るのでしょうか。あなた、どこからどう見ても子供ですよね。うん。では、足が悪くても悪くなくても、
私があなたを守ることに変わりはありません。カムライさん、出口に向かえば向かうほど敵の層が厚くなります。これでは拉致が。出口には行かねえよ。それはどういう。おいガキども。はい。俺らがここで抑えてるうちに、そこの階段を最上階まで駆け上がれ。でもそれじゃあ出口から遠ざかっちゃいますけど。黙って従え。はい。ほらほら、みんなこっちに急いで。下ろそう。カムライさん、怪異がここまで上がってきます。ほーらー、やっぱ追い詰められたじゃん。少し借りるぞ。寮長、これ以上食い止めるのは危険です。子供たちの安全を先に。分かってるよ。晩餐会はこれでお開きだ。ビアネルス、ひざまつけ。カムライさんのスティグマ。さすがです。ちょ、一発でほとんどの怪異が。ソラ君、この人たちヤバすぎない？うん、ヤバすぎてかっこいい。うちの要人輸送ヘリだ。さっさとガキどもを乗せろ。あれ、リク兄ちゃんは？とリク君に当たる。ダメだ。チクショー。何してんだ、撃て。怪異に当たれ。先輩のスティグマ、確か命令した言葉が絶対になるって。あれって本当だったんだ。カムライ先輩のおかげだ。それでも俺、初めてカイを倒せた。カイト、すごいじゃないか。子供は全員乗り込みました。寮長、次のご指示を。この屋敷を
破壊しろ。まったく骨が折れます。アルギアス。地震？何が起こってんの？トーマのスティグマは振動を遠くに伝える能力だ。あいつの馬鹿力と相まって、このくらいの屋敷なら簡単にぶっ壊せる。柱を壊すんですね。なくすには惜しい屋敷だな。運転手に行き先を伝えてきます。これでやっと帰れるよ。君、急いだ方がいい。まずい、屋敷が崩れる。何してんだよ、バカ。行くぞ。ああ、どっから出た？急に現れんの超怖いんですけど。ま、くつろげよ。皆さん、お怪我はありませんか？僕は大丈夫です。ソラ、お前は？大丈夫。リク姉ちゃんとこのお兄さんたちが守ってくれたから。よかった。はっはっは。ソラ君、これからも何か困ったことがあればいつでも俺を呼びなさい。あのお化けより怪盗兄さんの悲鳴の方が怖かったんだけど。なっ、あれは演出で。おい、見たろ、俺の弓さばきを。トーマ、ガキどもを安全な場所へ。承知しました。またね。リク君、君は立派なお兄ちゃんだ。これからもどうか弟を大切にしてほしい。トーマ。承知しました。カイト、こっちに。はい。いいですか、皆さん、私の手元の火をよく見ていてください。3、2、1。なんだよルカ、急に俺の顔を押さえんなよ。お兄さんたち誰？お、私は施設から来た職員の者です。これからここにいる大人の方々があなたたちを新しい家へ案内します。行くぞ。お
速報です。学園は先ほど絵画速報の発信機を盗難、また私的に使用し、フロストハイムのブールの名誉を毀損したとして、フロストハイム3年生の住友由美子を停学処分としました。そして次のニュースです。昨晩フロストハイムの田村一員、石橋東馬をはじめとしたグールの活躍により、都内で発生した上級怪異事件が見事解決しました。今回初任務において多大な功績を挙げた2年生のルーカス・エランと藤海斗、そして特待生3名の帰還を祝し、今夜フロストハイム寮では舞踏会が開催される運びとなります。はあ、おや理事長、おはようございます。今回はまた随分と寛大な処分ですね。もう、あなたのところの寮長がこうしろって言ったんです。信じられません、学生のくせに僕に権力を振りかざすなんて。大人を何だと思ってるんだか、全くプンプンですよなるほど、我らがフロストハイム寮長はさすが総裁のご子息といったところですね。田村様、さすがのご活躍だったそうですね。私も聞きましたわ。どうやら上級怪異の大量討伐に成功したとか。界隈で問題になっていたいかがわしい組織の取り潰しまでされたそうですよ。なんて素晴らしい、我々の寮長は頼りになりますな。それをお支えする石橋様のお姿、まさにご関係ですこと。そういえばご存知です、転校生のエラント様のお噂。誰も経歴を知らないというお話でしょ。イギリス校出身としか私も存じ上げません。これからのご躍進が楽しみですね。ふう、フロストハイム伝統の祝賀舞踏会、ずっと憧れだった夢の舞台なのに、緊張して膝の震えが止まらねえ。カイト、ここにいたんだね。おせえよ、心細かったんだぞ。それは悪かったね。実はカムライさんのところへ行ってきた。あ、挨拶？まさか、なんかそういうマナーがあんの？いや、違うよ。リク君とソラ君たちのあの後の様子を聞いてきたんだ。あ、新しい施設も気に入ったみたいで、体調も順調に回復しているそうだよ。それだけ言って
寮長室を追い出されてしまったけどね。そっか、よかった。カイト。ああ、そうだルカ、なんか俺見て言うことないの？ん？前髪が少し短くなった？それはお前がやったんだよ。この寮服姿、何も思わないわけ？やっぱりカイトにはジャバボックの方が似合うと思うな。はぁ、あ、気分が入学式以来1年ぶりに着るの楽しみにしてたのによ。いたたたた、すまない、冗談だよ。だから俺の腕を噛まないでくれ。ようこそフロストハイムの舞踏会へ。残念ながら私は所用があるため今は案内をすることができませんが、中に2年生諸君がいるはずです。あなたも合流するといいでしょう。では。いらっしゃるのはどちらのご息女でしょうね。そう、お見かけしないお顔ですね。お相手もいらっしゃらないようですし。おかわいそうね、落ち着きなく周りを見渡して。おい、どこ見てんだよ。くだらねえスキャンダルを握りつぶす。最後の仕上げに付き合え。そのまさかだ。俺に合わせてりゃいい。おい、下を向くな。はい。中途半端な演技じゃ誰も信じねえ。俺と目を合わせろ。そらすな。昔よく聞いてた曲だ。もっと力を抜け。なかなかお上手でしたよ、特待生さん。俺が D ちゃんに気づかなかったせいで特待生ちゃんとのダンスを取られた。今日は一段と華やかだね。よく似合っているよ。もうお前は
待ってたんだ。君がいる前で石橋さんに聞きたいことがあります。ほう、マッチ対策ということでしたら意味のない待機時間でしたね。ん？残念ながら私たちグールにはマッチが効きません。警戒しても無駄ということです。そうだったのか。イギリス校にはない共通会具なので知りませんでした。しかし交渉に万全を期すその姿勢は認めましょう。どうぞご質問を。俺たちの選んだ低ランク任務に上級会議が関与していたこと、石橋さんは知っていたのですか？あの屋敷が危険だと分かっていてあえて俺たちを試したのか、それとも。さあ、あのリストは学園から支給されたものですので、クレームなら上へどうぞ。説明しなければ話を終える気がないと。はい。はあ、私の周りはどうも頑固者が多い。申し訳ありません。我々の知る限り会議は半年ほど前から足長さんになり変わっていたようです。身寄りのない子供が集まる孤児院は密かに食事をするのにうってつけの環境、欲をかいて救済などという餌集めさえ始めなければ。学園に気づかれず事態はもっと深刻になっていたかもしれないということですね。それじゃあ低ランク任務だって油断できねえじゃん。ではカムライさんはいつからこの件に。あまりにも準備が万全で理解に苦しみます。エラント君の言う通りですね。私も段取りを聞いたのは事件後でしたから。事件後って全部終わった後に聞いても意味なくない？ええ、あの方はいつもそうですから。寮長はご実家が持つ情報網で独自に調査を進めていたようですね。その中で一部の名士があの屋敷へ出入りしているという情報を掴んでいたと。俺、特待生ちゃんにも話したよね。カムライ先輩って日本支部総裁の息子でさ。そうそう、しかも表の顔は天下の官房長官よ。カムライ財閥は日本トップレベルのセレブなんよ。屋敷に出入りしていたということはその一部の名士たちも救済を。はい、立場ある人間が失踪をしたり様子がおかしいという情報が後を絶たない。加えて死んだはずの子供が街中を歩き回っていたあの映像、怪異が人間と成り変わっているのではという仮説に行き着いたそうです。そんな発想普通する？いや、しっかりと怪異生態学を学べば言うほど突飛な発想ではないよ。我々が屋敷に踏み込んだその日、例の名士たちが秘密の食事会に招かれていた。しかし寮長が招待客たちに屋敷へは行くなと圧力をかけた。あの神楽家に逆らえる家なんてねえよ。そりゃ誰も来ねえわ。寮長からしてみれば私やあなたたちの考えている以上に屋敷には大量の怪異が潜んでいる可能性が高かったのでしょう。だから用意周到にヘリコプターや新しい孤児院を手配した。私たちが討伐は愚か逃亡すら困難になると見越してね。あの方お優しいんですよ、とても。私も一本いただいても。ありがとうございます。いただきますね。
その口調をやめろ。しらじらしつってんだろ。我ながらこの振る舞いも随分と板についてきたと思うがな。それにしてもお前のタバコの味は久しぶりだ。くだらねえこと。ジン、しらじらしいのはお前の方だ。ああ、さっきの絵画速報、お前が流させたんだってな。知らねえよ。灰皿でしたらここに。俺は寝る。明日の夕方まで起こすなよ。はい、承知しました。やっと捕まえた、この悪魔が。やめて、俺は何もしてない。俺は騙されねえ。全部お前のせいだ。